ちょっと作るよ、発電機俺が。オッケー。バイオマスバーナー。パ？あ？バグった。何が？何やってんの？この赤いの何くん？え？あ、いや消えてました。大丈夫です。こんなんじゃ困るよ、生産担当のリキさん。社会はね、リキさんの思うほど甘くないんだ。オッケー、発電できた。オッケー、これで銅いけるよ。銅今2つ、2箇所の、いや3箇所で、3箇所だ。見て見て、ここの合流器すごいよ。な、何やってんの？で、この合流器見て、普通に。ええこれ何やってんの、これ。わけわかんなくね。あ、いやいや、これで分けてんのか。で、さらにここで作って、いや、すぐない？すぐない？え、ちょっと、これどこ送ってんの、これ。で、ここ合流させたいの。見て見て、これ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 。え、もうダメでしょ、もうこれ。入ってないじゃん、これ。入っていってないよ、これ。しかも、スタックしてる、スタックしてる。多すぎて、多すぎて。OK! 貯蔵コンテナ、これ。めっちゃ入ってってるけど、石灰とか。あー、でも、なんか、やっぱ遅いね。これでもまだ遅いね。随分遅いわ。まだスタックしてるもん、なんか、多少。やべ、燃料がそろそろつきます。あー、例の。出る。うん。太陽光発電とかあればいいのにね。え、なんかスタックしてない、スタックしてない、スタックしてない、なんか。燃料だと思う。あ、ほんとだ、赤くなって、赤くピカピカなってるから、これ燃料だわ。そろそろ燃料問題のハブアップグレードしないと、多分。あー、なるほどね。じゃあ、ちょっとそれ目指してみるか。うん。バイオ燃料っていうのがあるね。あー。ユーティリティなんか、ユーティリティじゃあ作ってみる？ピア2、パーツ組み立て、障害物の除去、ジャンプパッド、通路。カラーガン、あー、やっぱあれじゃね、とりあえずユーティリティじゃね、かな。いや任せる、それは。ちょっと俺草取ってる、はい、じゃあもう俺あれするよ、多分もうあるものでなんとかなる。これもうロットも5本くらいあるでしょ、多分。あ、もうそんな足りる？すぐ全然足りるよ、一瞬一瞬。鉄板とかだって相当枚数あるよ。やばいじゃん。なんか謎の導線だって1500個あるからね、もうすでに。神、一瞬でアップグレードなんか終わりますよ。任せてください。うちの生産力はもうかなり強い。まあまあ西日本一です。西日本一の生産力を誇る。結構ガバいけど。打ち上げポット発射。ミサ打ち上げしたよ。これで遠くから見えるのかな。見える。なんかバグってんのがすげえラグい。今日なんかラグいぞ、この。まあラグいんじゃね。消えてった。で、見えるよ、多分見えるっしょ。なんかね、点みたいになってる。これ全部多分ティアクリアしていかなきゃいけないんだよね、おそらく。うん、そう。起動エレベーターフェーズ1を完了する。まあじゃあ個人貯蔵箱、ちょっと使い道あんまなさそうだけど、次の行けるようにしとくわ。オッケー。起動エレベーターって何ですか、これ。わかんない。起動エレベーター、ちょっと電力の、バイオ電力ちょっと調査してみるわ。これか、バイオ燃料、バイオマス。やっぱ木取らないとダメなんだね、もう。木、やっぱりもう木なんだ。勝手に木取ってくる機械みたいなのないのかな。なチェーンソーがどっかなかったっけ。いや、チェーンソーは普通にね、まだティア2だね。ティア2で一応あるから、ティア2のチェーンソー先に解除するってのはありだね。それにする。チェーンソーの方がいい気がする。じゃあチェーンソー、じゃあ俺がやっとくわ。多分すぐできると思うよ。シャッパーはまあそこそこ。いやでもこの程度じゃ多分全然まかない気がするな。一時的なものでしかない気がする。うん、ダメだね。これのバイオマスがなくなってる。リキさん、このままだと僕たちもう。どれが発電機だってなるでしょ、リキさん。今何個あんの。だから僕は言ったんですよ。でも言うて同じとこにあるし、発電機大体全部入れてくよ、どんどん。ちょっとわかりやすいように、うん、いいよ。今こんなとこです。ロットがないな。ただちょっとロットの数が少ない。ネジを作るためにもロットが必要だし、ロット自体も必要だから。ロット作るよ俺。ロットはね、あのコンピューターが今作ってる、頑張って。え、ロットとりあえず差し込む。あ、終わったか。もうロットは終わった。ただネジを作るために、あ、いけたいけた。もう森さんいらないです、これで。いいね。はい、打ち上げポット発射。よし、俺ら優秀じゃね。さて、出た、リキさん。チェーンソーができるようになったわけだ、ここで。チェーンソーか。チェーンソー。おい、なんかめっちゃ大変だぞ。強化鉄板に、ネジに、ケーブルに、めちゃくちゃ大変だよ、これ。強化鉄板 10? 超いるぞ、また。またロットが必要だよ。ネジ160か。
ビキさん、もうできます。俺はもう先にできたもん。あ、俺の。はい。はい、できたよー。うざ。見て見て見て。持って歩いてる。どうよ。そのままデッドバイデイライト出れる。二人でやろうぜ、二人で。これで、あ、めっちゃバイオ燃料使うね、これでも。ビキさん見て、ほら。これどうやって切んのこれ。バイオ燃料がないから切れない。燃料あるよ。ちょうだい。ちょっとだけね。はーい。よし、行くぜ。でっかい木切ってみるわ、この。OK。切れないんですけど。あ、切れた、切れた、切れた。あ、切れた、切れた。あ、なんか範囲攻撃だ。しばらくやんないとダメなんじゃね、これ。めっちゃ効率いいぞ。結構効率いいね。この感じは。いいね。これをバイオマス燃料にすればいいのか。バイオマスにしてからバイオ燃料にすれば2倍圧縮みたいなことになるから。ああ、なるほどね。とりあえずバイオ燃料をたくさん作って中入れとこうぜ。この辺のなんかうぜえ気壊すわ。燃料問題解決かな、これで。リキさん、木こりよろしく。これ岩も取れるぞ。あ、そうなんだ。他はジャンプパッド。ジャンプパッドとかいらんくね。完全にフォートナイトなんだけど。マジでいらないんだけど。組み立て機、ちょっとごめん。組み立て機のなんか意味がよくわからん。簡単なのからやってこっか。OK。あと、リキさん、新しい工場も作るの考えよう。新しい工場はさ、もっとなんか、かっこよくしたいんだけど、俺。土台からしっかり作ってって、僕の考えた最強の工場にしたい。いいよ、別に。コンベア壁ってやつと、通路を作れば、多分できるかなって気がする。あとは、モジューラーフレームとか。ちょっと、第二工場、ちょっと、工場を作るために、ちょっと。オッケー、いいね、早いね。もう一ライン作りたいな、早く。ちょっとリキさん、コンクリート作ってくれませんか。コンクリート入ってない。コンクリート、いやいや、もう大量にいります、多分今後。ちょっと待って、燃料作り終わったらね。うん、とりあえず2000作れるかも。2000あればもうしばらく大丈夫でしょ、多分ね。こっちにあったさ、ここから採掘シレスは止まってね。やっぱロットは止まるね。若干止まる、やっぱり。止まる部分をどうするかだね。若干止まっちゃうね。やっぱ採掘の理論値最大ができてないから、ね、間に貯蔵とかも入れてもいいかもね。ここ分配機で分配させて。でね、リキさん多分今見てるけど、やっぱノーマルの方がね、資源効率良さそうだよ。インピュアは2秒30マイ分なのね。向こう60マイ分だったから、うん、倍はあるから。あ、違うんだ。そう、なんかあんまりやめた方がいいかもしれないよ。積極的にやるものではなさそう。リキさん、あの強化鉄板がまた足りないので、鉄板も足りない。もうちょっといろいろ足んなくなってきた、さすがに。通路作ってさっさと次の場所行きたいところだな、これ。もう多分ね、ないときつい。次のが遅すぎる。ここ鉄板作らせるか。どうしたの。携帯なんとか採掘機は一体どういう立ち位置なの、この人たち。これを拾って、あの、このチェストに入れておくんだよ、この貯蔵に。あー、なるほどね。うん、そういう、あの、もう力道の手作り。そうお手製か。で、定期的にこの鉄板を見るとラッキーって気持ちになるでしょ。ちょっと分からんくもない、おまけみたいなやつね。はい、そう通路作れるようになりました。次はロット300、鉄300、ケーブル100か。かなり大変だな、やつも。なんかルビーがめっちゃうるせえんだけど、どうしたの。ご飯の時間。ご飯はもうあげません。ご飯の時間ですね。ご飯絶対あげない。ふわふわささみの時間つってる。何ふわふわささみ。何それ。ふわふわささみっていうのがあるんだよ。何それ。好物なんだけど、ふわふわささみっていうのがあって、コンビニで売ってる安いささみのなんか、ブロックみたいなやつなんだけど、
え、言うて何でも食うくないねこって、そのルビー食うのがさ、食うの下手くそだからさ、でっかいとさ丸飲みしそうになっておえってなっちゃうから、ちぎってめっちゃ小さくちぎってあげなきゃいけない。ん、帰ってきたか。もう行けます多分。リキさんもう行ける、行ける、もう送り出せるんで大丈夫です。一応あとは新天地行って掘った方がいい。オッケーオッケー。はい、もう全部発射します。仕上げ早っ。優秀なんで僕かなりいってるね。あとは起動エレベーターを作ってからかな。他2つはね正直まだいらないと思って取ってアンロックしてないんだよね。起動エレベーターはまあ新しいのはできてからでいいと思うよな。めっちゃ試合1も全部終わったんだこれで。そうだよ、だから起動エレベーターで、あとはまずは起動エレベーター作るところからだね。とりあえずでも起動エレベーターを作るより前にあれした方がいいと思うよ。新天地で工場をまず作るところだと思う。鉄板とコンクリートが必要。100じゃ足んないかも。マジ？まあまあ、ちょっと待って。まあ溜まってる分使えばって感じかな。いやまあ多分これで足りるかも。とりあえず新天地もう行きたいね、そろそろ。新天地行こうぜ。どこ行く？